過去最大の赤字となる見通しです。 ANA ホールディングスは2021年3月期の業績見通しを発表し、過去最大となる5100億円の最終赤字に陥る見通しだと明らかにしました。新型コロナウイルスの感染拡大による旅客需要減が響いた形です。またレツゴローンで4000億円を調達することも発表しました。レツゴローンの一部は資本とみなされるため ANA の財務基盤が強化されます。